新車館タイムズの藤巻です。皆さん気になってる車は何ですか？今回は 100% 新車館つくば中央店上野さんに気になるお車新車をご紹介していただきます。それではつくば中央店上野さん、よろしくお願いします。はい、 100% 新車館つくば中央店の上野です。はい、ではですね、今日は、日産のエクストレイルですね、こちらグレードは GE フォースですね、最上級グレードの4駆です。で、こちらを色はですねカーディナルレッドですね、こちらが入荷いたしましたので、ちょっとまずは外装の方をですねじっくりご覧いただきたいと思います。はい、ではですね、こちら日産おなじみの V モーショングリル、はい、でここですね、ヘッドランプはちょっと流行りの2段薄いランプが2段にですね分かれているようなタイプになります。で、まあ、見ながらですね G グレードですね、こちらのにしか採用されてないですね、部品も紹介していきたいと思います。はい、まず識別点としては、まあ、正面から見たときこちらですね、このシルバー塗装プラスクロームのフィニッシャーですね、モール、これが G にしかついてません。はい、ではあとですね、ウィンカーですね、こちらは、G のグレードはですね、シグネーチャー LED ポジションランプなんですけど、こう上に来てます。で、シーケンシャルになってますので、まあ流れてますね。これが G にしかない装備です。はい、で、下のですね LED フォグランプ、これも G に標準装備されてくる、ものになってます。ちょっと LED になってますね。はい、では、サイドビューを見ていきましょう。はい、で、サイドですが、やはり分かるところはこちらのホイールがですね19インチになってます。はい、19インチですね、 23555R19 になってますね。はい、まあ、ちょっと他のグレードとデザインは違う、デザインはすごく似てるんですけど、他のグレードは18インチです。でこちらだけ19になっているというところですね。はい、で、まあ、こちら背の高さなんですけど、これ1メーター72センチあります。でハリアーとかが1メーター66なので6センチもですね背が高いです。で私の目線だともう屋根は見えないような、そんな感じですね。でやはり背が高いっていうこともあって、まあ、横幅はですね1メーター84ということで、まあ、昨今の車に SUV の中ではそんなに幅が広いわけでもなく、長さも4メーター66で、まあ、それもハリアとかと比べると8センチぐらい短いんで、まあ、そうなんですけど、まあ、高さがある関係ですね、すごく大きく見えますね。はい、で、リア周り見ていきましょう。はい、リアはですね、まあ、こういうふうに、まあ、流れないんですけど、今ウィンカーが点灯している状態です。でグレードが、まあ、E フォースっていうエンブレムが貼ってありますので、この車は2駆ではなく4駆ですね、4駆になってます。まあ、電気式でですね、後ろに、発電したエネルギーでですねリアの駆動をするんですけど、まあ、機械式とかと違って瞬時にこう制御できるっていうのもありまして、まあ、自由自在にですね制御できるということもありましてですね、非常にコーナリングとかが安定していて、直進の時もすごく細かい制御を入れてですね安定して走れるということで、まあ、雪道以外でも
その恩恵が十分感じられるというそういう車に仕上がっております。はい、で、まあ、ちょっと後ろ回ったんでせっかくなんでリアをかけます。はい、で、まあ、2室長ですね、これだけ確保されています。まあ、十分じゃないかなと思います。で、床下は、まあ、こういう風にですね、もう本当ちょっとバッテリーの関係でですね、こういう風に積んでありますので、あまり広くはないですけど、何かしら入れられるようなスペースになっております。はい、で、ですね、まあ、こちらの車なんですけど、まあ、色がカーディナルレッドっていうことで、まあ、先代からずっと使われているですね、赤で非常にエクストレイルらしい、まあ、そういう感じになってますので、まあ、非常に合ってるなと思います。はい、ではですね、本日は、日産エクストレイルの、GE フォースですねのカーディナルレッド、主に外装の方を見ていただきました。で、メーカーオプションとしては、まあ、こちらの車はルーフレールですね、シルバーのルーフレール、それから、ちょっと後で、別の動画でですね、内装を中心にですね紹介させていただきますけど、一応、まあ、見えてるんで、内装はタンカラーのナッパレザーですね、こちらがメーカーオプションで、ついてるお車になります。で、まあ、タンカラーのナッパレザーオプション選ばなかったらテーラーフィットっていうですね、いわゆる、まあ、合皮ですね、合皮の黒い内装ですね、まあ、こちらの車が、標準の状態になります。はい、では、まあ、こちらの GE フォースですけど、まあ、多少のですねメーカーオプション違いと色違いでですね、すぐご納車をできる車もございますので、詳しくはですね、まあ、内装編、見る前にですね、ちょっと一回、ホームページの方 100% 新車館で検索していただければ、単納機のエクストレイル、出ておりますので、ちょっとそちらをご確認して、いただければと思います。はい、では、本日はですねご視聴いただき誠にありがとうございました。